人間中心主義とは、自然環境は人間によって利用されるために存在するという信念のことである。自然環境は人間が利用するための存在である。もしくは人間が最も進化した存在であるという人間中心主義は、一般に環境倫理学などの観点から非難された信念であるが、人権思想や人道的立場などから、 社会工学的心情を批判するためのヒューマニズムの訳語として使われる文脈が存在する。しかし、ここでは前者についての説明を行う。もともと環境倫理学の人間中心主義についての議論は、貧ーの自然保護の原則が人間の経済的利益の確保のために自然を合理的に管理することに焦点があったことに対して、 J. ミューアが美的干渉の対象としても自然はあるが、ままの状態に放置しようという形で対立したことにある。一般的には前者の保全、コンサーベーションが政策的には支持されているが、後者の保護の立場からディープエコロジーやガイア理論などの議論が生じ、非人間中心主義の道が模索されるようになった。人類学においては、 1920年代まで進化主義や社会進化論の影響のもと人間中心主義が存在したとされる。現在では深刻な環境問題の顕在化の中で刑事上学的な議論ではなく環境プラグマティズムの主張戦場のいわば拡大版人間主義で修練しつつある。ユダヤ教、キリスト教の創造観は旧約聖書の創世記に述べられている。その中で 神は人間に対して、埋めよ、増えよ、地に満ちて、地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよと命じている。村上陽一郎は、この、従わせよや、支配せよは緩やかすぎる訳語であり、ヘブライ語の言語、コバッシュは、鞭打って、地を流してでも従わせると言えるような強い言葉で、あるとし、松平伊沢は、 人間は自然を支配することを神から許されていると信じてきたユダヤ・キリスト教が文明を築く中で自然破壊が進んできたとしている。しかし東洋においても獣や虫に関わる言葉を他民族に当てはめる自民族中心主義は存在する。ありがとうございます。